Peggy 18. カプコンプロデューサーの岡部です。よろしくお願いいたします。私はバイオハザードシリーズとしては、オペレーションラクーンシティで、アシスタントプロデューサーを務めておりました。その後ですね、バイオハザードリベレーションズ2でプロデューサーとして関わらせていただいておりました。はい、カプコンのディレクターの安保です。よろしくお願いします。僕のはバイオハザードの関わりは、バイオハザード1と2、それからがプログラマーとして参加して、それから5でディレクターとして参加して、そこからリベレーションズがあって、リベレーションズ2の方もディレクターとして参加しております。リベレーションズシリーズっていうのは、1の頃から始まってて、その本編の、ナンバリングのタイトルでは語られてないこの真実というか、明かされてない物語についてこうスポットを当てるというシリーズなんですけど、まあ、今回2でもさらに新しい試みをいろいろやりましたよね。はい、まあ苦労しましたよね。はい、エピソディックっていうところをキーワードに、前作からも、ね、一応テレビドラマっていうところの、エピソード的ストーリー展開っていうのはやってたんですけど、それはもう完全に今回も毎週配信するっていうスタイルを取るという無謀な賭けに出まして、本当に1週間ずつ遊んでくれた人には大成功したんじゃないかなとは思うんですけど、まあ、シナリオとかいろいろ苦労されたと思いますけど、どうでした？そうですね、お話もね、二軸あるというか、主人公が2人いて2個あって、はい、それぞれにこうクリフハンガーを用意するっていう、ね、結構頭を、ね、考えて、そうなんですよね。もういかにどういうふうに終わらせて次の週楽しみにしてもらうかっていうところは、やっぱり力入れたところだったんで、そうですね、そこも前よりもすごい意識して作ったところですね。やっぱりシナリオにかなりフォーカスしたゲームっていうのを言い方もできますし、当然そのまあキャラクターとかその設定とかっていうのはファンの人たちが楽しんでもらえるような形っていうのもいろいろ考えてましたんで、今回あれですよね、まあ、主人公についてちょっとどうやって決めたか。クレアは結構まあ登場回数も多い人気のキャラクターなんで、まあ、あれですけど、バリーが特に今回ね珍しいというか、ようやく登場というところで、まあ、このプロジェクト始まってからいろいろとそのアナウンスしていく中で、最初にまあクレアで主人公ですよっていうところで、まあ一回皆さん、あ、クレアだっていうのもあったんですけど、その後バリー登場しますよって言った時に、まあ、特に海外の人たちだったんですけども、あ、バリー来たみたいなんですごく盛り上がったのは印象的でしたし、まあ、このゲーム自体がファンの人のために作ってるっていうところで、ファンの人たち その声がちゃんと聞けたっていうところで、いいゲームになるんじゃないかなっていうのはその時感じましたね。僕の中でかなり気を使ったのは、やっぱ主人公が2人いるので、ゲームをせっかくなのでこう差をつけたいなと思って、うん、まあ、それぞれパートナーが、まあ、いたんですけど、 それぞれのパートナーとの関わり方も全然、ね、変えてますし、はい、いろいろゲームもやる雰囲気とかも結構変えれて、そうですね、アクションが多い過去のクリアの、はい、に対して結構バリの方はちょっとステルスっぽい探索っぽい要素を強めにしたりとかしても、ね、そうですね、まあ、ゲーム性も当然違いますし、シナリオとしてもまずそのクレアたちが捕まってて娘を助けに行くっていう設定の大きく2つに分かれてるんで、脱出編と救出編みたいな大きな区切りもありますし、どういうふうにコープ その、ね、もう一人のプレイヤーと関わっていくのかっていうところで、モイラがねバール持って活躍するとかあとナタリアがね指を指して活躍するナタリアってすごく可愛らしいなとは思ってましたね。ナタリアが本当大変だったんですよね。ナタリア大変ですよね。何をさせようかってアクションが結構やっぱね子供なので戦わすのもちょっとね、初めちょっと攻撃の、ね、方法とかも考えられてたと思うんですけど、はい、結局その銃で攻撃とかナイフで攻撃とかしないんですけど、あのブロック拾うんですよね、はいはい、でブロックで結局そのやっつけれるような力を持ってるんで、そのブロックでバンバン殴ってる姿はこれはこれで面白いな、秀逸だなと思いましたけどあと結構その不思議な力というかね、能力を持ってて、 それも結構バイオのバイオリアルというかリアルな世界がギリギリのところを攻めてるんで、ね、バイオの、まあ、ファンタジーの中でもあまりやらない、はい、そうですね、今までない 超能力的な見え方をするんで、うん、あれはちょっとまあやってない人はぜひどういうことか見てもらいたいなと思います。
まあ、僕はナンバリングのタイトルもこのリベレーションズシリーズのタイトルも両方やってるんですけど、やっぱリベレーションズはリベレーションですごい面白いなと思うんですよね、はい、ナンバリングとはちょっと違う冒険的なことができるというかね、うん、新しい遊び方みたいなのも提案できたりとかしていいので、両方それぞれが育っていくといいなと思ってますけど、どうですか？そうですね、僕の中ではやっぱりリベレーションズのシリーズっていうのは今後もね、できれば、うん、継続していければいいなとは思いつつなんですけど、やっぱり一番いいなと思ってるのは、まあ、使ってないキャラクターをもう一回ここで再登場させたりだとか、うん、そのシナリオ的にも4と5、5と6の間を埋めるような話であったりとか、まあ、そういったところで本当にファンにフォーカスしたゲームとして作っていければ今後も楽しんでいってもらえるんじゃないかなっていう期待感も当然ありますね。ファン向けっていう要素強いんですよね。強いと思います。今後も本当やるんだったらここを強めて、まあ、ホラーゲームであるっていう要素もそうですけれども、うん、リベレーションズとしてのフランチャイズを確立していければ皆さん楽しんでもらえるかなとは思います。まあ、僕はすごい1の頃からも関わってて20周年ってところで20年のこのバイオの重みをすごい感じるんですけども、本当にこうファンの皆さんに支えられてきた20年だなと思ってますので、まあ、これからもぜひ応援していただきたいのと、ファンの皆さんに応えられるようにこうバイオハザードシリーズを頑張って作っていきたいなと思いますので、今後も応援よろしくお願いします。最初のゲームが出た頃にはまだゲーム業界にも入ってないぐらいで、もう単純に一ファンとしてバイオハザードをプレイしてました。そのタイトルに関われるっていうのは本当に嬉しいことでありますし、まあ、ファンの皆さんによりいいものっていうものを今後も作れるように頑張っていきたいなと思っておりますので、今後もバイオハザードシリーズよろしくお願いいたします。